また鏡のやつだ。よし。あたしの出番ね。よし。こいつは風を操るのか。面白い。うわあ、吹き飛ばされそうだぞ。すごい風ね。ええ、このぐらいならと。そういや、俺たちもっとすげえ嵐を何度も経験してるしな。ああ、あんな奴に俺たちは負けねえ。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。いつでもいいぞ。行くぞ。三刀流奥義、三千世界。そこまで。遅延フルール、デルフィニウム。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランス剣法。お手柔らかに頼むぜ。
恥だ。そんな行って。それよ、ちょっとは本気出さねえとな。あの風は厄介だった。もしもの時は私が受け止めてあげるわ。私の成長は止まらない。力が戻ってきた。このキャプテンウソップ。さあリムのところに持って帰りましょう。また何か難しいことを調べているの？あなたが2年間気象を学んだのはウェザリアと言ってたわね。この文字に見覚えがないかしら。言われてみればウェザリアの文献に使われていた文字に似ているかもね。でも似ているだけよ、全く読めないもの。文字は文化や歴史などによってあっけなく形を変えていくものよ。だけどその基礎となる部分は固くなに変化しないわ。何が言いたいの？そうね、この島にはウェザリアと源流を同じくする人たちが暮らしていたという仮説はどうかしら。その人たちが記した石板なの？じゃあこの島の人は空島からやってきたってこと？この石碑だけではそこまではわからないわね。ただ何かの関係があったことは確かね。何？二体目の巨像も。これはま、あってはならない歴史だ。元帥を呼べ、話があるとな。結局ここって何を研究する施設だったのかしら。おそらくだが風だろうな。なんせ風を操る巨像がいたんだからな。でも風と砂に何の関係が。あっ、そっか、砂ぼこりを利用して風の動きを目に見えるようにしてたんだわ。私の出番ね。
よし。私の出番ね。よし。おっとっと。あたしの出番ね。コガニはどうなるんだ？心配するな。リムがうまいことやってくれるさ。ロビン、何でもないわ。ただ、さっき見た石板のことで少しね。さあ、早く戻りましょう。あ、リムだ。おい、リム。さあリム、箱も手に入れたし、あの不思議空間に連れてってくれよ。今度の冒険はどこに行くんだ？
次はここね。ここは波が覗いまたあの町に行くことになるとはね。ロビン、もういなくなっちゃダメだぞ。ありがとう、チョッパ。もういなくなったりしないわ。なんだか大変な場所のようね。大丈夫よ。さあ、行きましょう。メリーとはここで別れるんだったな。なあルフィ、俺少しメリーと一緒にいていいか。あ、わかった。じゃ、先に行ってるぞ。